さあ、ということでルートレター第3回やっていきましょうということで、まあ、島根にやってきて一泊して、さあ2日目ということでございますね。松江を訪れて2日目、まだ昨日の話が信じられない。部屋のドアがノックされる。はい、どうぞ。ともこちゃんが入ってきた。おはようございます。いや、いいですね。今日も可愛いですね。おはよう。布団を片付けに来ました。そうか。そうか、ありがとう。あら、いいですね。お客さん、今日は観光ですか？まあ、そうだろうな。旅の目的はフミノアヤさんに会うことなんだ。市内を歩いてフミノさんを知る人がいないか探してみるよ。トモコちゃん、布団を片付けて部屋を出る。さて、場所をじゃあ移動するか調べるか、ちょっと調べてみよう、部屋を。ブラウン管か、これ今、特に気になる番組やってないな。窓のその視床が見える。はあ、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 まあ、こんなもんか。よし、じゃあ行きましょうかね。移動だ。廊下、あ、玄関の廊下、廊下、あ、廊下でいいか、正しいか。で、ここでもなんか調べられるってことか。綺麗に見分けた廊下だ。これ以外は特にはないのか。玄関、場所を移動し、あ、こうやって調べる。おかみさんたちがここで出迎えをしてくれるんだろうか。もうここもいいや。ここも一緒かな、全部。年金の入ったな、そこは。これなんだ。あはは。まあ、なんもなさそうなんで移動しましょうかね。どこに、あ、なんか大場高校か。高校に行くって言ってたけど、経典商店街？こっち行けんだ。あれ、学校じゃなかったっけ？経典商店街にやってきた。お、女性が好きそうな店が並んでいるな。町の人に文野教授の素材を知らないか聞いてみるか。はあはあ、あれ、これなんか昨日いたよね。聞く。文野彩。すいません。フミナやって知りませんか？紅白出場歌手会？は？違います。それなら知らんな。お前は初めて聞く名前の人を紅白の出場歌手と、そこが第一選択なのか。いろいろな人に聞いたけど、フミナ教授、写真を頼りにあやさんを探してみるか。聞いてみるか。商店街ってなんだろう、聞いてみようかな。すいません。商店街って何があるんですか？いろいろあるけど、ガイドブックを見て自分で調べた方がいい。なんか俺あんま好きじゃないな。せっかく聞いてんだが、ガイドブック見て調べるの分かってんだけども、なんかやだな。俺もう お前のおすすめを聞いてんだよ。お前の言葉が聞きたいんだよ。すいません。フミナって知りませんか？知りません。彼女ですか？発想がおかしいよ。だから知りません、彼女ですかって。か、彼女なら知ってるでしょ、こっちは。なん、もういいや、もう。あ、いや、なんか違うんだよ。なんで彼女のことを知りませんかって聞くんだよ。あと何も聞くことでもないよな、もう。聞くこともないからな。これはもう一緒だろ、だから。知りません。じゃあ、なんだ、移動？調べる？あ、調べるってこと？はあはあ、これも実際の映像だからね、こういう聖地巡礼みたいな感じでね、行くのもありだよね、こういうの興味ある人はね。あ、あとポストか。うん、もう特にないから移動するか。え、まだ聞くの？ああ、所持品でなんかあれってこと？こういうこと？すいません。はあはあ、知りません。彼女ですか？なんかもうお前よ、ボットか、お前ボットか、お前ボットなのか。うん、まあ、てかそもそもね、年金結構十何年も経ってるから顔も違うだろうしな。で、これで美術館に行けんだ。美術館に向かって歩く。
雨が降ってきたな。市内商店街でフミノさん親子を知る人はいなかった。それで俺は発想を逆転換した。フミノさんはインテリのようだから美術と関係があるかもしれないと考えたのだ。なるほど。それで電車内の広告で見た説明ありがとうございます。困ったな。周りを見ると通行人はみんな折りたたみ傘を出して、みんな準備がいいな。あら綺麗だ。若い女性が傘を差し出す。なんだ。美術館へ行くんですか。はい、私もです。あ、一緒にどうですか。よろしくお願いします。ありがとうな。それではお言葉に甘えて。松江には観光ですか。いや、やっぱり観光客に見えますか。弁当を忘れても傘を忘れるな。はあ、雨の多いこの地方のことわざです。本当にあるのかな。あるんだろう。でもなるほどな、外出するなら傘が必要。あ、なるほどね。なんかイギリス・ロンドンみたいですね。私この美術館に勤めている石原ゆかりです。ゆかりさん、ええ、部長さん。へえ。部長といっても大したことないんですよ。この傘で部長と。ほうほうほう、確かに。よかったら私が館内を案内します。よろしくお願いします。ありがとうな。ロマンチックですね。雨で知り合うことを縁しずくと言うんです。縁しずく、へえ。本当綺麗な言葉ですね。知的だ。宍戸湖に面した美術館は正面がガラス張りの近代的な大きな建物だった。なるほどな。立派な美術館だな。展示されている美術品も必見ですよ。それに映画鑑賞会やワークショップなどのイベントも開催しているんですよ。へえ。石原さんはこの美術館好きなんですね。すみません、美術館のことになると夢中で話してしまうんです。ほうほう。へえ。仕事に夢中な人って輝いてるんだよな。なんかわかる気がする。傘ありがとう。俺はチケットを購入して美術館に入った。石原さんの案内で館内を回る。この絵は島根出身の小野内弥太郎の絵で、長い間行方不明だったんです。ほう。どこで見つかったんですか。スペインです。私競売に行ってきたんです。絵を落札しにスペインまで。すごい情熱だな。他にも素敵な作品がたくさんありますよ。電車の広告で見たんですけども、松江出身の無名画家の絵画展をやってますよね。はい、私の企画です。どや。地元の人の絵を飾るって夢が。そうだね。夢ですか。画家を目指している人ならこういう立派な美術館に展示されたでしょう。うん、そうですね。調べるか。まずはこういう時遠いとこから入ってもいいか。ダメに決まってるじゃないですか。何なんですかここ。もう進むのかよ。さっきの場所何だったんだよ。そもそも美術館はいかがですか。いや、何も見ていないぞ。ちょっと調べていないで美術館。そうね、美術館でいうとなんかの動画でも話したけど、昔東京の秋葉原に行った時に、なんか絵画展やってますからって言ってちょっと行ってみたらね、そこで500万ぐらいの絵をなんか最初、買わされそうになって、でこんなん買えませんよって言ったらなんかずっと引き止められて、なんかね最終的になんか50万までね、500万の絵が最終的には50万まで、値下げされて、それでも買ってくれってなんか言われたんですけどもね、結局買わずでね。で僕ん家が和室、畳の部屋だったんで、その時住んでいる家がですね。で、いや、畳のね、家にこんなね、洋画がなんかこう、似合うわけないじゃないですか、みたいなこと言ったら、いや、お客さん、今の時代はですけどね、この、絵というのはですけどね、こう飾るだけじゃなくて、こう、床に置いて見るのもいいんですよ、みたいな、床に置いて絵を見るのみたいなこと、なんか、踏み絵ですかみたいな感じで僕も、思ったっていうことがありましたけどもね、あれはあやくね、ほんと500万のよう、なんか50万でね、買わされそうになったっていう話をなんか別の動画でやった気がします。ますけども、なんか思い出しましたけどもね。また来てください。その手の類の美術館じゃなくてよかったですね。一度頭を整理するか考える。はあ、ははあ、そうだ、あやさんの写真を見せてみよう。
写真を見せる。そうね、写真を見せればね、なんか実は人を探しているんです。人探しですか？この写真の女性知りませんか？あやさんの写真を見せる。え？はは、そう、ごめんなさい、知らない人です。うん、なんか知ってそうだけどもな。いいんです、気にしないで。そうだ、これをもらっていこう。チラシを持っていく。絵画展のチラシ、なんか使うんだろうね。ここでゲットするということはね。この辺は何なんだろう。戦争の絵、ああこれそういうことか。不思議な絵、風景が。この辺は、これはかわいい絵だ。かわいい絵か移動しましょう。まあ、受付なんだろうな、これ。行くなら。でもここは何もないから移動して、大場高校は一体いつ行けんだ。これこれ、そうそう、そもそもここを聞いたんだよ。校庭やグラウンドの周りをうろうろ歩く。グラウンドでは野球部、サッカー部、テニス部、陸上部などが部活をしていた。夏、なんかこういうの学校の雰囲気っぽくていいですね。俺は島根県立松江大場高校に来ていた。ここで話を聞けば何かわかるかもしれない。でもどうすれば卒業生の話が聞けるかな。調べればいいのか。この、ここだ、ん？ここ、ここ、こ、これなんだ。はんはん、大きな庭石、定石？どこの高校でも見かけるな。あるある。打開策を考える。あの人です。はあ。俺が振り向くと、女子高生と色黒で大柄なゴリラな男がいる。色黒。お前、ここで何してる？あ、フィッシャーズにいそうですね。お前、ここで何をしてる？待ってくれ。ちょっと見ていただけだよ。見ていただけ。見ていただって？女子生徒を覗いてたんだな。ちょっと来てもらおう。いや、そういうんじゃないんだけどな。大川とか俺を捕まえる。やめろよ。いや違う違う違う、覗いていない、見ていたんだ。犯罪者はみんな自分はやってないと言うんだ。おい、俺は犯罪者じゃない、言いがかりだ。本当だよ。いいから、おとなしくついてくればいいんだ。あ、嫌いだわ。勘弁してくれ。嫌い俺。大川とか無理で俺を連れていく。なんか大柄のとこと他の教師が調べられる。はあ、大柄のゴリラのとこは渡辺正也、翔也、正也かな。といい、もう一人の教師は佐藤というらしい。職員室で調べを受けた。当然覗きや盗撮の証拠は出てこない。こういうの世間で冤罪というのは出るとか。そうだ、本当だよ。温厚な俺はそこまでしないが、本当だね。まあなかなかそういうの難しいからね。荷物を調べたけど盗撮はしてないようだな。うん、していないよ。俺は悪くない。だから何度も言ってるだろ、俺は覗きも盗撮も近くはしてない、濡れ衣だ。ふざけるな。なんでだよ。それなら学校の周りで何をしていた。公認不要なことはしていない。わかったぞ。ストーカーだな。何が何でもこっちになんか悪者にしたいんですね、この人はね。あ、そう、本当また同じこと言ってる。どうしてもそう、はっきりがお前の推測それ間違いだ。一言でトンチンカンだ。どうも怪しいんだよな。ここは正直に事情を話して情報提供してもらうのが賢い方法かもしれないな。俺がここに来たのは卒業生の文野彩さんについて調べてからだ。お前、探偵か？そうじゃない。ただ彼女のことを知りたいだけだ。個人情報は教えられません。常識です。常識ですっていう一言がなんか余計だね。打足だね。そこなんとか情報を悪用しませんから。ダメです、絶対に教えません。まあそうだろうね、これはしょうがねえよな。まあ、うん、そうだよな。教訓、質実合憲、創造な、創造新種、遵守、ん、遵守和敬共栄か、校訓。これ四文字熟語実際あるのかな。和敬共栄、調べてみるか。当然俺は無罪放免となった。ユニフォーム姿の野球部員がやってくる。
監督、そろそろ紅白戦を行いたいんですけど。すぐに行く。それまで守備練習をした。はい、失礼します。ほう、野球部の監督なんですかね。一礼して帰っていく。このゴリラ男に捕まっただけで何の情報も得られなかったな。お前、野球部の監督だったのか。力が強いと思った。捕まえたことあざになってるよ。慰謝料請求すると地になってって思うとかしあざになってるよ。ふざけるな。マジだよ、ほんとマジだよ。これ別に言ってること間違ってないぞ。別にこれは高校について聞いてみよう。まずここ数年は低迷していたけど、今年は最強だ。甲子園も夢じゃねえ。いや、甲子園で優勝だ。フラグだ。熱いやつだな。じゃあ、あやさんについて。こいつでもいいから、あやさんについて聞いてみよう。なあ、ふみのあやという人を知らないか。どうして彼女のことを調べてるんだ。知ってるのか。ふみのあやは、この高校の伝説の伝説。美人で秀才、スポーツ万能、芸術の才能もある。そして18歳で死んだ悲劇のヒロイン。ほう、25年くらい。やっぱ25年前なんだね。さあ、どうかな。忙しいんだ、もう帰ってくれ。なんか知ってそうなね、感じ。歩き回って疲れたな、一度部屋に戻るか。松江荘に来た。松江荘に帰ってきた俺は、長旅の疲れがどっときたのか、急に眠気を襲ってきた。暗い中、ろうそくを持って階段を上がっていく。ここはどこだ。廊下を歩いていくと、奥の部屋のドアが開いている。どうして、どうしてこんなに体が震えるんだ。この先はダメだ。あの部屋にいるのは、ん、部屋では制服姿の少女が机に向かって手紙を書いている。あなたが文野彩さんなのか。怖いな。少女がゆっくりと振り返る。その顔は真っ黒だ。おお、うたた寝をして悪夢を見ていた。俺が起き上がると夕食を片付けに来ていた智子ちゃんが笑っている。かわいいな。なんだ夢か。お客さん、うなされてましたよ。いつからいたの。うわーって悲鳴を上げる少し前です。勘弁してくれ。ちょっと勘弁してよ。松江まで来て人探しって変わってますね。勝手だろう。何か用事でもあるの。そうそう、一つ思い出したことがあるんです。ほう、なんだ。市街地にあるバー中村のマスターが松江大場高校の出身だと聞いたんです。バー中村。それでいくつくらいの人。30歳くらいかな。あ、僕と同い年くらいですね。僕33なんでね。怖い夢を見ないように気をつけてくださいね。トモコちゃん、そんな。トモコちゃんは出て行った。たく一言余計だよ。風呂に行くにはまだ早いし、バー中村に行ってみるか。ということで、バー中村に移動するところで今回切りましょうかね。さあ、こっからどうなるか、ちょっとだんだん物語が進んで、まだ聞き込み段階でございますけど、さあ、次回もよろしくお願いします。ということで、以上、パルプンテージルサッカーチャンネルのつつんですが、よかったらチャンネルございます。さあ。